では、オー毎日ニューヨークです。今朝は久下さんです。おはようございます。おはようございます。おはようございます。ニューヨークとても気持ちのいいお天気です。現在気温が23度。本当にね、外歩いていると気持ちのいい日です。さて、昨日行われましたペンシルベニア州の大統領選予備選挙、民主党の予備選挙ですけれども、結果が出ました。ヒラリー・クリントン上院議員がバラック・オバマ上院議員を制して勝利しました。ABC ニュースの開票速報では 55% がクリントン候補、 45% がオバマ候補と世論調査にほぼ近い結果となりました。クリントン候補にとっては背水の陣からの復活ということで大きな盛り上がりを見せているんですが、オバマ陣営は結果的に代表での州に弱いという点が浮き彫りにされまして、たとえ大統領候補に指名されたとしてもオバマ候補で共和党に勝てるのかという声も民主党内から出始めています。いくつかのメディアはですね、民主党が大統領選に勝ち抜くためにはクリントン・オバマのドリームチームで臨むのが一番ではないかと見る評論家の意見を載せています。しかしお互い一歩も譲らない泥仕合になった今さらこのドリームチーム結成できるのかどうかと疑問視する声もあります。この大接戦は民主党にとってはある意味不幸ですよね。本当にね、民主党の幹部からしてみれば悪夢を見ているような状態だと思います。さて続いてですが、やっとニューヨーク春らしい気候になりました。そこで今年人気のファッションアイテムご紹介します。街で見かけるこちらの長靴、一見魚屋さんのようなんですが、実はガーデニングに人気のイギリスの王室御用達のハンター社のものです。これを普段着に取り入れたファッションが今注目なんです。1ヶ月前には大手ブランド J. クルーがガーデニングをテーマにしたショップをオープン。ディスプレイもグリーンハウスなど庭や植物に関連したものが並びます。おすすめのガーデニングアイテム、まず先ほどの長靴、ジーンズは折り目をわざとぐちゃぐちゃにするのが今年風。庭作業の時、日よけや虫よけにもいいスカーフを合わせると完成です。ジョーロをバッグに持ち帰ればすっかり街歩き用のガーデニングスタイルです。肌寒い日には水まきや雨の日に便利な防水加工のレインコートも人気アイテムとなっております。もうこのねゴム長、なかなかね毎日ねニューヨークで見るんですよ。そうですよ。ちょっと通気性だけが問題ですね。してるんですね。雨の日はねとてもいいですけどね。続いては三田紋章です。